Yo, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Attack on Titan the final season part 1 episode 2. And in the last episode, the Marley won the war and there is Goliath, and we saw the Beast Titan and then Rainer, but Rainer crossed there, he's down. So before you watch it, make sure you guys hit subscribe, thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social media, link in the description below. And let's start it. 半島の自治権をめぐる戦争に4年も費やした挙句、敵艦隊とこちらの主力の巨人2体があわや差し違える失態を演じた。人類の英知はついにマーレの鎧を粉々に砕くに至った。どの国も総報じ、中東連合国を称えている。これがかの大国マーレの勝利だと言えるのか。マガト、これはどういうことだ。元帥殿。羽の生えた巨人はいなかったか。元帥殿、つまり我々はもう巨人の力に。分かっておる。始祖の巨人奪還を急ぐべきです。マガト隊長のおっしゃる通り、それまで諸外国が黙っているでしょうか。それには一刻も早くマーレがパラディ島を占拠し、全ての巨人の力を収めたという新聞の見出しが必要なのです。お前の任期はあと1年足らずだったな。ええ、コルトが私の獣の能力を全て引き継げるのかとても不安でして。そうだな、残りの1年の命をもって。その通りでございます。あの忌まわしき脅威、かつての息子である私でなくてはなりません。 His former son. There is no former son, dude. 悪かったな、コルト。お前を出しにしちまって。いや、どうして特別なんでしょう。俺の秘密を。秘密？誰にも言わないでくれ。ダメだ、すべて話せ。会長殿。エルディア人にプライバシーは必要か。必要ありません。1年でパラディ島を落とせるらしいな。私には1年しか残されていないという話ですよ。この3年間。それは巨人一体の仕業とは考えにくい。エレン・イエーガーを含む巨人が2体以上。同じ意見だ。巨人だけじゃない。リヴァイ・ミカサ？Rainer. ガリアド、こんなことにはならなかった。兄貴がお前をかばって、その辺の巨人に食われることもなかった。マルセルの記憶を見たのか。だが全身のユミルって女のことは少し分かった。大層の名前をつけられた。Oh, yes! 哀れな女だ。Oh, ユミル。兄貴のアギトを返してくれたのも、あの女の意思だろ。ああ、そうだ。じゃあお前はあの島で何をしたんだ。誰かに助けられてばかりじゃねえかよ。ああ、女の記憶を通してお前を見たが、あれはなんだ。随分と頼れる男を気取っていたようだったが、まるで兄貴の真似事じゃねえか。ポッコ、その名で呼ぶな、ピグ。ピグ、大丈夫か。人間に戻るのは2ヶ月ぶりだからね。その度に二足歩行を忘れてしまうよ。それよりラム、ガビたちに顔を見せてあげなよ。すごく心配してたよ。おそらく無垢の巨人の襲撃を食らって生き延びた敵兵だ。本国に戻ったら巨人兵器の非人道性を訴えるマスコットにされる。そしたらエルディア人の立場はますますひどくなる一方だ。世界の皆さん、ユミルの民は殺しましょう。ほら、ウド。ガビ。ウド。まあね。ゾビア。ゾビア。普通です。ファルコ。どうも。ねえ、私たちレベリオの本部に帰る。こんな機会めったにないよ。ブラウンさんは寝てた方がいいんじゃないですか。大丈夫だ。心配ない。ファルコが帰って寝てな。俺も行くよ。何？When they were kids。 そっちの店はまだお前らには早い。レイヌ。
お前らは見たか、ガビは800の闘士に代わり果敢にも装甲列車に挑んだんだぞ。ちょっとこれ酒臭い。なぜそんなことしたバカだろ。闘士諸君よ、君らには分かるか、君たちエルディア人部隊のために他ならない。あ、奴らを黙らせてきます。私見事に担がれたな。兄に酒を飲ませるのが悪いんです。ガビのやつもすぐ調子に乗るから。しかし、ええ、あなたを慕う少女がこのまま夜を継承する。 あ、 いや、あなたはそれでいいんですか。継承する名誉を冒涜したのか。もしこれを報告したら。待ってください、発言を訂正させてください。戦士候補生ファルコグライスは己の一族を悪しきユミリの力から解放するべく、この地を生涯マーレに捧げます。では9つの巨人を継承する名誉を何と心得る。名誉マーレ人として栄誉と誇りを授かり、祖国マーレの忠誠を存分に示す権利が得られることと存じます。鎧の巨人を継承したいのか。ありがとう。鎧の巨人を継承するのは俺です。そうだ。お前がガビを救い出すんだ。 But Gabby will not happy about it. She wants to be the armor tyrant. ブラウン副長、もし副長が俺と同じ考えで信じていいのか。ジーク、じいちゃん、ばあちゃん、負傷兵ですか。ああ、降ってくるからな。ドゴー。あ、don't do that。落ち着いてください。あなたは腕章が逆だ、大丈夫ですよ。あとはあの島に住む悪魔どもさえ消えてくれれば、エルディア人はみんな幸せになれるのにね。でもライナ、おいで、こうで凶悪で残虐な悪魔たちの住む島に5年も潜入してたんだよ。どんなに辛い目にあったか。我が老いよ、悪かった。いや、話せることもある。俺はあの島で軍隊に潜入したんだ。入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。許可が頼めると芋を半分譲ると言った。しかし差し出した芋は半分には到底満たないものだった。奴らに譲り合う精神がないからな。本当にどうしようもない奴らだった。それにいろんな奴らがいて、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。少し話しすぎた、忘れてくれ。見捨てた奴らに、どうしたガビ、元気がないな。全員揃ったな。珍しいですね、マーレ軍の人は。この部屋にはいない。はあ。さて、先の戦いで立場になる。これは民族滅亡の危機だ。唯一の解決策は、あの島の脅威を強く世界に知らしめなければならない。物語には語り手が必要だ。それをタイバー家が引き受けてくれるそうだ。潜水の巨人を管理するタイバー家。出たことがない。諸外国に顔が利く。世界は耳を傾けざるを得ないでしょう。さすがピークちゃんだ。その通りだよ。しかし、広い土地で優雅に暮らしてきたタイバー家が今さら出てきて英雄を気取るなんて、虫が良すぎませんか。気持ちはわかるが、しかし、これで祖国マーレが救われるならありがたいことです。俺たち戦士隊もタイバー家と協力して英雄国マーレ復活の礎となりましょう。そうだ、タイバー家は宣言を行う。1年以内にパラディ島を制圧すると。エルディア人とマーレの運命はこの作戦にかかっている。もう失敗は許されない。祖国マーレの未来のために今一度皆の心を一つにしよう。ガリアードは多少不満があるようだが、
まあ任務となれば徹底するやつだ。密室でこの内容なら問題ないだろう。ジークの一言がなければな。ん？この部屋にはいないか。大工のか。あの島へ。あ、it's over. That's too. Okay, so the island where Eren and the other lives, they call that place the Devil Island. The Eldians here, they hit the Eldians there. I don't know why, but Eren's father trying to get the Founding Tyrant just like Zeke. Morley has so many the Tyrant with the power, but you know the Devil Island just have Armin and Eren. That's it. But Annie is not counted. And Rainer will give the power, the armored Tyrant power to Falco, right? Because both of them, they love Gabi. They don't want to.Gabi have the bad future, but Gabi, she really wants to be an armored tyrant. And Galliard is the one who took Ymir's power. He ate Ymir, so that's why his body looks like Ymir as a tyrant. But he has the mask. And the Marley watching, they were hearing the conversation between Zeke and the others there.And Zeke knows about it, and there's someone died there. What is he doing up there on the roof? Okay, so yeah, thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe, thumbs up. Have a great day. See you next time.